株式会社新油がお送りする新油ビリケンクラブ、今日は代表のあゆみさんに来ていただきました。あゆみさん、おはようございます。おはようございます。なんかこの顎のあたりがすっきりしたように思うんですけれども、はい、あゆみさん何かありました？はい、でですね、私ピークの時、体重なんですけれども、はい、体重がピークの時から8キロ落ちました。それはちょっと羨ましいお話でございますけれども、なんと今日のお話は、はい、そうなんです、今週はプチダイエットというかプチ断食ですね。はい、断食で、断食、はい、断食してどれくらい経つんですか？ちょうどね、しようと思ってからは2ヶ月なんですけれども、プチとつくだけあって、はい、完全に食べてないわけではもちろんなくてね、はいはい、なんかこれご本から影響を受けたということで、はい、そうなんです。この石原由美先生の本なんですけどね、ちょっとこの中の一つを紹介しましょうかね、はい、この石原由美さんの病気にならない食べ方、食べ物という本があるそうなんですが、はい、人間は空腹でいると胃の中から飢餓ホルモン、これもちょっとご飯食べたく食べられないとなるホルモンが分泌します。はい、すると脳の中にある記憶中枢の海馬の血行が増して、はい、脳の働きが良くなることが分かっていますと書かれているんですね。はい、でその石原由美さんがおっしゃるには、はい、人類は空腹だったからこそ物を作り、技術を工夫し、英知を磨き、今日の繁栄をもたらしたと言っても過言ではないと言われています。それに空腹の時は白血球の働き、つまりこれは免疫力も上がるということで、よって1日1回空腹の時間を作る、そういうことが健康を増進して機能向上、そしてボケ防止、何よりも運気を上げることにつながる。この運気を上げるというのがあゆみさんについてるということなんですけれどもね、と書かれている、このついてるついてるというのことに引っかかったんですね。はい、そうなんです。ここで本当にこう2ヶ月前にお会いした時はちょっとまだふっくらしてたと思うんですけれども、写真、これそれこそこう2年ぐらい前からここに出させてもらってるんですけど、こう毎月毎月こうパチパチになっていく自分がこう許せれないのとこの間ですね、写真を撮ったらもう、こうシャープの私がですね、まん丸なんですよ。これ私じゃないわって、もう一回撮ってもらっていいですかって、もう一回パチッと撮るともうまん丸なんですよ。これはもう耐えれないということで、やっぱりこうもうダメっていうことが起きると人間って変わろうとしますので、まだ変わらないのよっていう人はまだこう落ち幅があるというかね、もうここからもうこれ以上太れないっていうところに来ると人間は何でもできます。そうですね、まあ、でもきっかけというのはやっぱそれですか？そうですね、もう顔だけがこう痩せてたんですよ。体はもうブクブクだったんですけれども、もう背中から、お尻まで網羅できるチュニックをかなりもう網羅してね、隠してましたけれども、腕もここまで隠して肘まで、なんですか、かすりの、なんてちりめんですよ、ちりめんのふわっとしたものを着ていて、いやー、ゆみさん今日もおしゃれですねって言ってましたが、そう実は隠してました。もうブクブクのパチパチの、今日だって袖も短いですもん。そうなんですよ、そういえば初めてですかね、はい、もうふくらはぎがですね、娘の服のこうふくらはぎ、もう二の腕がですね、娘のふくらはぎであったんですよ。測ったら同じなんですよね。っていうところも私もうびっくりしまして、これはもうダメだとと、まあ、あゆみさん流思い立ち、はい、でこの石原由美さんの本に従いながらちょっとやってみたということなんですが、そうなんですよ。これどういう風にされたんですか？はい、朝はですね、起きがけにですね、500cc のお水をガーッと飲みます。これは必要ですことですよね、水飲むというのは。でそれからですね、朝食の代わりに、人参の、絞りたての人参をジューサーでして、はい、まあ、断食じゃないですね、いいですよね、栄養分ありますから、人参はとても栄養が高いですから、でお昼12時になりましたら、お昼12時から6時の間までは何も食べても大丈夫なんですよ。12時から6時、はい、夕方6時まで何を食べても大丈夫です。でもやっぱり量も加減が必要です。あまり食べれなくなりますね、だんだんと、はい、で食べて、お菓子も食べますし、大体6時ぐらいで終わります、それは。はい、で6時からまたお水を飲んだりとかしながら寝ますよね、就寝、はい、して次の日の朝は人参ジュースです。なるほど。でお昼12時が来たらやっと来ましたということで食べますね、食べますね、はい、そういうのを繰り返して、
だから結局お腹がまあ空いたとかぐーっと感じてからの、そういうふうな、はい、ぐーっと感じると飴を舐めたりとか。なるほどね、こちらでは生姜紅茶っていうのが流行りましたけれども、はい、この本に書いてありましたので、生姜紅茶でお昼までは我慢というかしのぐんですよ。いや、なるほど、そうすると、肌もなんか綺麗になってきたりとか。なってる、ね、なってる、ついてるついてるで本当なってますよ、ね、でもともとお綺麗でいらっしゃるけれども、やっぱスッとされて8キロでも落ちたっていうと、なんか私たちの年代、多分同年代ですよね、はい、シワとかにやっぱり。そうなんですよ。でもないですよね。そこがやっぱりこの空腹の時に何かが働いてると思うんですよ。なるほど。空腹の時にこの白血球が癌細胞を食べたりとか、悪い細胞を食べちゃうんです。なるほど。いろいろそのお腹が空いてない時ですね、お腹が満腹の時はハンバーガー食べてるんですよ、白血球は。そんな感じのイメージで私は。だから食べ物を食べてるんですよ。イメージすることも大事ですよね、はい、でもなんかその結構ね、まあ、プチ断食とかダイエットとか、はい、女性は何度も何度も試みますけれども、はい、結構苦しいものと思いがちなところ、はい、笑顔でこの2ヶ月間過ごしたイメージありますよ ね。やっぱりついてるついてるっていう、こうグーっていうのが開運っていうふうに聞こえちゃうと、これがもう楽しみになってくるんですよ。運気上がってるぞみたいな、グーっと運気上がってるって思うと、逆に食べれないというか、食べなくても大丈夫。じゃあ逆にちょっと運気が下がってるなという方は、はい、いらないものがついてるかもしれないから、ちょっとこう食べない方が、運気アップになると思いますね。その食べるもう本当にやっぱり贅沢な悩みではあるんですけれども、うん、やっぱりこれだけ食べるものが目の前にたくさんあって、ね、ついね、まあ、飽食の時代とも言われたり、お腹が空いてなくてもちょっとお昼食べたりするじゃないですか、その空腹を味わってない空腹感っていうんですね。そうですね。ですよ、そこがやっぱりもう現代のね、現代病の問題点だと思います。あゆみ流プチ断食の、まあ、成果は出てるということなんですけども、はい、今後はもうこのあたりやめてもいいんじゃないですか。そうですね、これを維持できたらいいと思うんですけども、うん、はい、やはりこの続けながら浄化していく、はい、そうです。開運ダイエット法でまた売り出そうかと思ってるんですけど、いかがでしょうか。いろいろお仕事に、ね、はい、結びつける、もう本当にもうとにかくあゆみさんも前向きでいらっしゃるから、うん、とにかく楽しむことによって、いろんないい、それこそ体も ね、 そうですね、病は気からとかいろいろあるのは本当にまさにそうでしょうけれども、ね、食べないと死んでしまうっていう、なんかこう親からの、ね、こう教えだったり、食べないとっていう、そういう時代ももちろんあったわけですからね。でも今はね、うん、本当に飽食の時代ですから、うん、食べない方が元気ですね。なるほど。じゃあはい、いいものを選んで健康的に、ね、食べるということと、またそういったプチ断食にチャレンジしてみる方は十分に、ね、でも体調管理とか、そうです、ね、先生の、ね、専門医の指導もいるでしょうけれども ね、 ね、今日はあゆみさんが成功したプチ断食をお話しいただきました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。株式会社シーユーがお送りするシーユーブリュケンクラブ、お話は代表のあゆみさんでした。